高齢。これは私と中学校の後輩が体験した怖い話なのですが、その頃私は中2になったばかりだったんですが、小6の1月に今の町に転校してきたため、小学校からの同年代の友達があまりおらず、もっぱら後輩や先輩とばかり遊ぶような生徒だったんですが、その中でも特別に仲のいい後輩が2人いました。仮に愛ちゃんとめぐちゃんとします。めぐちゃんのお家は今でいうセレブで、休みとなればよく海外から国内までさまざまなところに旅行するお家だったんですが、ある旅行から帰ってきたのを境に、めぐちゃんがおかしくなり始めたんです。まず、些細な変化が始まったのは帰ってきた3日後でした。とても真面目で、普段居眠りなどしないめぐちゃんが居眠りをよくするようになったんです。しかも毎授業。先生も最初は旅行疲れかなどと笑っていましたが、旅行から1週間経ったある日、居眠りをしてためぐちゃんが気勢を上げ始めたんです。その声は1階上にある私のクラスにも聞こえてくるほどでした。その時くらいから先生も少しおかしいんじゃないかと考え始めていたようなんですが、事なかれ主義がはびこる小さな町の中学校だったため、また地元の名家であるめぐちゃんの実家が大ごとに従らなかったため、めぐちゃんの居眠りや帰省は過度の睡眠不足によるストレスのものだろうと判断されてしまいました。しかしそれからもめぐちゃんの帰省や居眠りは止まることはなく、さらにある日、居眠りをしていたはずのめぐちゃんが気勢を上げながら目を半開きにして前の席の子の首を絞めるという事態に発展してしまったんです。ことがここに至り、校長もやっと重い腰を上げ、話し合いの場を持つことになったんですが、めぐちゃんへの対応は学校に併設されている相談室にて授業を受けるようにというものでした。そしてめぐちゃんは相談室で毎日授業を行っていたんですが、そこで相談室常連のサボり魔だった私と愛ちゃんと出会ったんです。居眠りをしている時やそれに伴う気候以外はめぐちゃんは本当にいい子で、私たちはすぐに仲良くなりました。そして仲良くなるにつれ、私たち2人はめぐちゃんを助けてあげたいと思うようになりました。気候に悩むめぐちゃんは家のメンツを保とうとする親と体裁がある学校、白い目で見られることへの辛さなどで今にも壊れてしまいそうに見えたんです。そんなある日、めぐちゃんが最近同じ夢を見ることを私たちに相談してきました。内容はいつも同じで、頭から血を流して悲しげな顔をした幼い女の子が自分を見つめてくる夢だそうです。その頃、頭がお花畑でどっぷりオカルトにはまり込んでいた私と後輩は、きっとそれは悪い幽霊に違いない。めぐちゃんを操って悲しませているのもそいつだ。払ってあげないと、と妙な正義感に駆られ、行動を起こしたんです。それは生徒相談室での降霊会でした。まず白い折り紙で玉串を作りました。そして相談室の四隅に詩人の名前を書いた紙を貼りました。まあ漫画で読んだ結界を真似したんですけどね。そして私は当時愛読してた漫画「ゾンビ屋の呪文」を真似して、相談室で居眠りを始めてためぐちゃんに向けて唱えたんです。結果は成功でした。めぐちゃんはこの世のものとは思えないうめき声を上げ、私の首を絞め始めたんです。まさか漫画の呪文が成功するとは思っていなかった私たちは完全にパニックになりました。その力は後輩の女の子とは思えないほど強く、私は遊び半分でこういうことをするんじゃなかったと後悔し、死を覚悟しました。しかし、愛ちゃんが玉串をめぐちゃんにつけて払う仕草をした途端、めぐちゃんの手が緩んだんです。その隙に私は逃げ出し、めぐちゃんを振り返りました。白目をむき出して、うめくめぐちゃんの姿は、とても今までの可愛らしい後輩の姿ではありませんでした。バカな中学生だった私たちにも、その姿は明らかにこの世のものではない何かがついているとすぐにわかりました。今でも夢に見るくらい恐ろしかったんですが、その時は大切な友人であり、私を頼ってくれた後輩を助けたいという気持ちが勝り、私はめぐちゃんに憑依した何かに話しかけてみたんです。あなたは何者なのか。私のその質問に何かは「ゆまり」と答えました。そして紙と鉛筆を求めてきたんです。そこには漢字で「ゆまり」と書いてありました。それがその霊の名前だそうです。そして話した結果、小学5年生ということが分かりました。私たちはゆまりになぜめぐちゃんについているのか尋ねました。これからの話はゆまりから聞いた話です。ゆまりは実は誘拐されて殺された女の子の霊だった。誘拐されて首を絞められて一回は仮死状態になったが、犯人がゆまりの体を遺棄するために道端に捨てられた時、地面に強く頭をぶつけたショックで息を吹き返した。しかしそれを犯人に見られ、車で何度もひかれて完全に殺害されてしまった。それだけでも私たちには衝撃だったんですが、なんとそのゆまりがひかれて殺害された場所で、めぐちゃんが旅行中にひき逃げ事故に遭っていたんです。そして同じ場所で同じような事故に遭ったということで、めぐちゃんとゆまりがつながり、めぐちゃんにゆまりがついてきてしまったということでした。そしてゆまりは紙に何かを書き始めました。数分後、完成したそれを見て私たちは驚愕しました。そこには大人の男性の顔が描かれていたんですが、その時の私たちにはなぜかそれがゆまりを殺害した男性であると一瞬で分かりました。そしてゆまりは犯人を捕まえてほしいと私たちに頼んだんです。めぐちゃんに取り付いた理由も犯人を捕まえてほしかったからと。しかし一介の中学生である私たちにはそんなことを言われてもすぐにどうにかすることはできず、ゆまりと話してから数ヶ月が経ってしまいました。するとある日、愛ちゃんのお母さんから深夜に電話がありました。友人と某ネズミの国に演奏に行ってた愛ちゃんが突然「ゆまりが泣いてる!」と叫んで走り去り、いなくなってしまったんです。私は直感でゆまりがしびれを切らしたんだ。私たちが何もしないからと感じました。結果、愛ちゃんはネズミの国から離れた綾瀬で見つかったんです。が、綾瀬までどうやって行ったのか、その記憶はなかったそうです。次は自分かも、そんな危機感を感じた私は、親に内緒で愛ちゃんとゆまりの殺された場所に向かうことにしました。出発当日まで家の窓ガラスにゆまりとおもしき少女が映ったり、電池を抜いてあるしゃべるぬいぐるみがしゃべりだしたり、テンプレなポルターガイストは毎晩ありました。そして私と愛ちゃんとめぐちゃんはゆまりの殺された場所に行き、お花を供えて手を合わせた後、ゆまりの家へ向かいました。そこにはゆまりから得た情報と全く同じ家がありました。私たちはそこでめぐちゃんの身に起こっていることと犯人についてを包み隠さずにご両親にお話ししました。そこでご両親と一緒に警察に行きました。あくまで情報提供で霊から情報を得たとは言いませんでしたが、結果犯人は逮捕され、私はポルターガイストから解放され、めぐちゃんはすっかり居眠りをしなくなりました。居眠りをしなくなっためぐちゃんは、すっかり以前のように明るく元気な女の子に戻りました。愛ちゃんも突発的に行方不明になることは二度となく、平和が戻りました。